今回の作品の見どころについて教えてください。今回インスタレーションの展示なんですけれども、こう実際にこう空間を歩いてもらって、その空間全体をこう楽しんでもらえるといいなと思って作ってます。そういう実際にこうリアルな体験として空間をこう歩くっていうような、まあ、感傷とか味わいっていうのを今回は意識して作っております。この場所で展示してみてどうでしたか？絵画作品もあると思うんですけど、その作品について少しご紹介いただいてもいいですか？最後にはい、メッセージをいただいてもいいでしょうか？はい、なんかですね、今回ちょっとコロナもあってリアルに体験しづらいというか、そもそもこういう場所に来にくいっていうことがあるだろうっていうふうに思ってるんですけど、まあ、だからこそこういうリアルに実際自分が足を運んだり体を動かしたりとかできるっていう意味とか、なんかその価値みたいなものをちょっと改めて直すような展示にできたらいいなと思って作ってます。なのでちょっと実際に来た人が本当にここに来れてよかったって思えるような体験になってくれたらいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい